これみんなそうですやろ、これこんなんもう古いのちゃいますか。これで夢中になってもう夜中の3時頃までやってましたもん。引き出しの中には在りし日の娘が大好きだったゲームのソフトが整理された状態で残されています。事件で犠牲となった石田直美さん、30年前京都アニメーションに入社し、できて間もない会社を初期から支えてきました。直美さんの部屋は事件が起きた2年前からほとんど変わらぬままです。お茶が好きやったからね、でしょっちゅうなんか変わったお茶をようインターネットで何や知らんこう出ましたね。あの整理できないんです、あの子がもう残したもんやから、区切りはつかしません。私はもう2年前の7月18日、京都アニメーション第一スタジオが放火され、建物は一瞬にして炎に飲み込まれました。この火事で社員36人が犠牲となり、33人が重軽傷を負いました。私たちが石田さんのご両親に初めて会ったのは事件が起きた数日後。当時焼け跡から発見され両親のもとに帰ってきたのが、直美さんがいつも仕事で身につけていたという髪留めです。これはほんまにね、思い出します。愛し娘の片身や、まだ中足らずでな、行ってしまったのさかいに冥福を祈ってやりたいですね。だから誇りに思いますよ、それはね、親としてね、だけど、これもね、悔しいというかね、残念というか、もうほんまね、ほんま悔しいですね。それはね、たまりませんわね。自宅から懐かしいものが出てきたと見せてくれました。直美さんが小学生の頃に作っていたビーズ細工です。細かい作業やっぱり得意だったんですか。得意、細かいもん塗るというかね、こんな小さいもんでもね、あの塗ってましたね、筆で、細細筆で。うちお父さんこれ模型しますやろ、ほんでそれの筆貸してもらってやってましたね。その後才能はさらに開花し、直美さんはやがて京都アニメーションで唯一無二の存在に。京アニではキャラクターや背景の色を決める色彩設計を担い、繊細な色使いで作品に命を吹き込んでいきました。そんな直美さんは両親にとっても自慢の娘です。色の違いでもね、この色をこれにこうしたらこうなりますって誰も知らないけど、直美に聞いたら分かる。他に出ない色が出まんねん、直美の色、それは。この2年間をどう過ごしてきたのでしょうか。1年経とうとね、2年経とうと、あの子が死んだこと自体の同じ気持ちです。そんな変わることはないですわ。その日が経つにつれてもうだんだんもういろんなことを思い出してくるから悲しなってきます。あの日お弁当を渡して直美さんの後ろ姿を見送りました。直美さんの通勤路だった宇治川沿いの土手、春には桜並木がピンク色に染まり、夏には草木が青々と生い茂る。四季の色を感じられるこの道を直美さんは歩いていきました。今から考えたらほんまそこで運命やさかって言うけどな、もうそう思わへんかったらね、諦めきれへん、諦めへんけども諦めつけへんやん。その夢を奪ったのが京都アニメーションに火をつけたとされる青葉真司被告です。小説をパクられた。身柄を確保された際
こう叫んでいたという青葉被告。これまでの関係者への取材では、被告が語った詳細も明らかとなっています。2年かけて小説を書いたが、落とされた。京アニに小説の場面や人物などの設定をパクられた。話を聞こうとアプローチしたけど、相手にすらされなかった。青葉被告は自身も全身に重い火傷を負いましたが、一命を取り留め、現在大阪拘置所に勾留されています。しかし裁判が始まる見通しは全く立っていません。ね、他の人が考える償いの何の言ったところで何の意味もない。そう話すのは津田真一さん。娘の幸恵さんは京アニで色付けなどの仕上げを担当していました。真一さんは事件後、あえて幸恵さんの遺品の大半を処分しました。死んだ時のねこと、やっぱり苦しかったやろな、思いがね、すぐに込み上げてくるから焼けて死んでるんですよ。だからやっぱりちょっとそれがね、やっぱり辛いですよね、親としては。事件の1年ほど前、新一さんは妻を亡くしました。実家で一人になった父親を心配して、幸恵さんは一緒に住むことを計画していたといいます。思い描いていた未来も突如として奪われました。全然違うんですよね、家内が死んだこととは。その辺ですね、苦しさ悲しさ、もう2年経ってもたなあいう感じはありますけどね。青葉被告は去年5月に逮捕されるまでの間、病院で火傷治療を受けていました。当時、青葉被告の主治医を務めたのは近畿大学病院の救命救急センターにいた上田隆弘医師。広範囲に及ぶ火傷の治療を専門としていて、現在は鳥取大学医学部附属病院に勤務しています。上田医師は青葉被告が病院に運ばれてきた時の様子をこう振り返ります。とにかく、見たその日からその日に絶命する、その日がなんとかクリアできても翌日絶命する、その途中で絶命するっていう、なんとか今日行けるんじゃないかなっていう日は一日もなかったので、それぐらいちょっと状況としては厳しかった。火傷の範囲は全身の9割以上。身につけていたウエストポーチの下にわずかに残っていた正常な皮膚から、新たに皮膚を培養して移植する手術を合計11回繰り返しました。この人間がどういう人間なのかとかいう考える余裕はないし、僕らがやれることとすれば、まず目の前で絶命しかけた命を何とか救うっていうのが、任務なので。会話や食事ができるまで容態が回復した青葉被告。裁判の場で上田医師が望むことは、まず謝罪の言葉っていうのを自分の口から言ってほしい、個人的に思っています。罪に関してはきちっと償うということはやってほしいし、決して逃げないでほしいなと思います。
その遺族は初めて報道陣の取材に応じることにしました。僕の気持ちとしてはやっぱりその、証拠がその生前頑張ってたって、いうことをやっぱり皆さんに知ってほしいなっていう気持ちも、あったので。鈴宮春日の憂鬱など人気作品のキャラクターデザインを手掛けた翔子さん、京アニの看板アニメーターの一人ですが、家庭では意外な一面を見せていました。翔子がいつも言ってたのは、私は絵を描くのが下手だと。だから毎日その絵を描く練習をしないと上手にならないということで、手貸してとか首貸してとか言われて、私の手とか首とかをデッサンしたりしてましたね。探求心とその向上心というのはすっごい高かったですね。残されたのは夫と中学生の娘と小学生の息子。事件から1年半もの間、家族で翔子さんの話をすることはありませんでした。今考えれば気丈を装ってたなっていうのが正直な気持ちですね。もうちょっとひどい親でしたね、だから全く動じず、悲しみもせず、泣きもせず、ただ普通にしてました。それが気づいたのが1週間かな、そこらぐらいした時に、僕がこうふっと起きた時に、布団の中で車って泣いてたんですよ。だからそれ僕は見つけてあげれなかったんですよ。頑張っていこうやって、前向いていこうやって、言ってしまったがために、子供は泣くタイミングがなかったのかも分かんないですね。突然大切な人を失い、残された家族が向き合った悲惨な事件。それぞれの思いを抱え、間もなく2年を迎えます。